それにしてもおめえ、俺に服の見立て頼むってこと。おい、気をつけろよ。おい、キリュウ。もう置いてっちゃおうね。おい、待てよ。そういや、おめえ、ガキの頃からなんか親父っぽい服着てたよな。そうだった。ああ、たまに好きな服選べる。逃げ足の速いやつだ。よりによってさ。いらっしゃいませ。なっ、何すんだよ。ちょっと待てよ。ところで、不動産屋で働くんならスーツだろう。なんかイメージとかあるか。イメージ、色とか柄とか。スーツつってもいろいろあんだろう。あ、着いたぞ、ここだ。本当にこんなとこにあるんだな。そんじゃ入ろうぜ。気に入ったのがあったら言えよ。ああ、無難な線だとこんなところか。なんかパッとしねえな。地味だな。それが堅気ってもんだろうが。見え張ってなんぼなのは極道だけだ。ただこれじゃなんていうか貧乏人っぽく見えるんじゃねえか。ならおめえにぴったりだな。うるせえな。お、これなんかどうだ。バカ、おめえそれ絶対やめとけ。選ぶんじゃないかとは思ってたけどよ。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリーや髪型、靴、腕時計、全身コーディネートしないと浮いちまう。着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみてえに無頓着なやつだと服に着られるのがオチだ。ったく、めんどくせえ。それじゃあ、俺はどうだ。色は落ち着いてるが、ラペルがピークドで意外と派手に見えると思うぞ。お、白か。さっきの柄物に比べりゃマシな方だろう。よし、これ試着してみろよ。よ、これでどうだ、錦。くっ、何笑ってんだ。いや、やっぱ何着てもまるで堅気に見えねえと思ってよ。
ちっ、お前の見立てた服じゃねえか。分かってるって。いやでもよお前がどう言おうが俺はこの服が気に入った。これで。え、おい、いいのか。全然リーマンっぽくなってねえぞ。小田には服を何とかしろと言われただけだ。やることはやった。文句言われる筋合いはねえさ。そっか、よし、わかった。そこまで言うならそいつは俺のおごりで、兄弟の新しい門出だしな。何言ってんだ。あ、鼻から俺はお前のおごりのつもりだったよ。なんだそれ。ありがとうございました。付き合わせて悪かったな、錦。助かった。ああ、お前この後待ち合わせなんだろ。立花不動産のなんてやつだっけ。小田だ。キッサアルプスで会うことになってる。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。クゼがお前をぶっ殺すって息巻いてるらしいぜ。例の一件で指を落としてから相当来てる。だろうね。危なくなったらいつでも声かけろよ。じゃあまたな。
らっしゃいませ。おい、待てよ。何か文句あったのか。うなんだよ。よう、来たが、待ちくたびれたぜ。おだ。三が抜けてるぞ、おい。上司呼び捨てにする奴がどこにいんだ。だいたいお前、その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。全然肩着に見えねえじゃねえか。あんたに言われたくねえよ。あ？あれ？そうか？他にもっとマシな教育係はいねえのか。立場の不動産にはバカ言うなって。俺以外の誰がお前の手綱握れるんだ。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ、キリュウ君。なんだこれ。伊達メガネだ。どんな面でもなぜかまともな人間に見える。俺にこんなもんつけろってのか。いちいちダダこねんなよ。まあ何もしないよりマシだわな。さてと、それじゃあ早速始めっか。まず今からこの店で得意先のじいさんと待ち合わせで。そいつが年の割に世間知らずの資産家でね、どうも立ちの悪い戦友屋に目つけられたらしい。戦友屋？ああ、ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがねえな。戦友屋っつうのは、いらたく言いや、立ち退き料を目当てに建物を占拠しちまう奴らのことだ。建物を占拠？ああ、
よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだが、これを競売物件という。普通の出物より相当安いけど、こいつを競り落とすとその占有屋がどっからか湧いてくるんだよ。で、自分たちはこの建物から出ていかないぞと居座る。連中の狙いはビルの買い手にデタラメな立ち退き料をふっかけることだ。本当はそこの住人じゃないのにってことだ。そういうこと。もっとも占有屋は大抵ビルの元の持ち主とグルだ。占有屋はせしめた立ち退き料から元の持ち主に分け前を払うって仕組みになっている。それじゃあその占有屋を力ずくで追い出すのが俺らの仕事ってことか。いや、そうはいかないんだ。か弱いビルの住人たちは法律で守られているんでね。力ずくで行けば警察沙汰になる。そん時捕まるのはもちろんこっちだけだ。おかしな話だろ。結局ビルの買い手は理不尽な金を払わねえと占有屋を追い出せねえんだ。確かにな。けどその金をなるべく払わずに済ませたいってのが今回の俺たちへのオーダーだ。じいさんそろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。おっと、その前にこれ渡すの忘れてた。キリュウ君の名刺だよ。これであんたも立派な立花不動産の社員だな。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を測る。あんまり舐めた真似するようならきちんと社長に報告するからな。わかった。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらえ向きだ。さすがに下里上桜井は知っていたか。偉そうに奥に座りやがったらどうしようかと思ってたところだ。上下関係を重視するのは極道も同じだ。誰がどこに座るとか常に気ぃつけてねえとぶん殴られるだけじゃ済まないからな。経験が生きたってところか。その調子で気抜かずやってくれよ。わかった。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか。ああ、そうだ。いや、今は何もいらない。注文はまた後で頼む。かしこまりました。ほう。なんだ？何か文句でもあんのか？いやいや、見直したよ。俺はてっきりお前が先に注文するんじゃないかって思ってたもんだからさ。客を待ちながら優雅にコーヒーすすろうなんてマナー違反やらかしやがったらぶん殴ってるところだったよ。だがそこは元ヤクザってだけのことはある。礼儀に関しちゃ厳しくしつけられてるんだな。あ、おい、来たぞ。あのじいさんが今日の客だ。どうも、山根さん。お久しぶりです。ああ、悪いね、小田さん。なんか面倒なことになっちゃって。こちらは？うちの新人で桐生です。山根さんよりご依頼の件、こいつがやらせていただきますんで。へえ、そうですか。
橘不動産の桐生です。いいぞ、名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔を売っても名刺を渡し忘れるようじゃその先の取引にはつながらないからな。だが残念、名刺が逆さまだ。あまあ初めてにしちゃ上出来だ。多めに見といてやるよ。桐生さんですか。これからよろしくお願いしますよ。こちらこそよろしくお願いいたします。なるほど、お話聞く限り相手は典型的な占有屋ですね。山野井さんがそのビル落札したのは先月でしたか。すると占有屋が居座り出したのはその直前。ええ、まあ占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。四十過ぎくらいかな。なんだかホームレスみたいな汚らしいやつでして。そいつから立ち退き料の要求はありましたか。まだです。できればそのあたりの交渉も全部立花さんとこにお願いできればと思ってまして。私も年寄りですし怖くてね。なんとかうまいことあいつを追い出してもらえませんか。もちろんです。時に山野井さん、占有屋への立ち退き料いくらまでと考えてます。早いとこ済ませたいですし。そうですね、500万くらいなら。500万？勝手に座ってるだけのやつにか。それはまあ安く済めばそれに越したことはないですけど。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺ならビタ一文払う気になれねえな。おい失礼だ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんていうもんで、揉めるとあとは怖いんですよ。お察しします。でもご安心ください、うちの桐生はヤクザを扱うエキスパートですから。あ？ヤクザのエキスパート？いやこいつはなんていうか、ちょっと気合の入ったヤクザオタクでしてね。時々ヤクザになりきっちゃあえつに言ってるんですよな、桐生くん。ああそうだな。ま、立ち退き料はできるだけ安く済ませますよ。それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への謝礼は別に用意しますから。あ、それはありがたいんですが、立花から謝礼は遠慮するようにと言われてます。いつも山野井さんにはお世話になってますから。本当ですか。いやさすが立花不動産だ、やることが粋だね。で、問題のビルというのはどちらに。天下一通りにある杉田ビルです。わかりました、あとは我々にお任せくださいな、桐生君。ああ、話は分かったな。要するに占有屋をビルから立ち退かせろってことだ。ま、交渉は俺がやるよ。仕事の手本を見せてやるからな。占有屋のバックにはヤクザがついてんだろ。交渉だけで済むのか。そこは俺の腕の見せ所だな。差し当たってキリュ、君に最初の任務をやろう。なんだ。ひとっ走り菓子折り買ってきてくれ。あ？相手が占有屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろう。これもビジネスマナーってやつだ。またそれが
わかったよ。菓子折り買ったら杉田ビルの前に来てくれ。俺は先に行って待ってるから。それじゃまた後でな。ああ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。キリュウ君、ちゃんと菓子折りは買ってきたか？ああ、これでいいんだろう。よし、さすがにこれくらいはやってくれなきゃな。で、ここが問題の杉田ビルだ。ここに専用屋が居座っているってわけか。ああ、それじゃ行くぞ。ああ、お手並み拝見と行こうか。まあ見てな。この部屋らしいな。すみません、辻さんいます？山野井さんの代理で参りました。立花不動産のもんですがね。立花不動産？あとこれ、つまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。
ああ、汚ねえな。あなた、こんなにゴミだらけじゃ立ち抜くの大変じゃないですか？立ち抜く？なんだよそれ。俺は立ち抜く気なんかねえぞ。そうは言ってもね、このビルはもう山野井さんが新しいオーナーになったわけだから、それをあんたがいつまでも立ち退いてくれないって困ってんですよ。民法395条。はい。あんたも不動産屋なら勉強しな。たとえ抵当権が設定された不動産でも、短期賃貸借の場合、抵当権者に対抗することができる。要するに俺は法律に守られてここにいるんだ。なんなら出るとこ出るか。硬いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。ここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよ。あのな、俺はここが気に入ってんだよ。そうやって何でも金で解決しようってのは感心しないのね。立ち退き料目当ての占有屋がよく言うな。なんだよ占有屋って、てめえ言いがかりつける気か。ねえ辻さん、茶番はよしませんか。新しいオーナーさんとしてはさっさとこんなボロビル転売して一儲けしたいわけです。そんなもんそっちの都合だろ。お前ら下っ端じゃ話になんねえ。そのオーナー連れてこいよ。あ？だったらそっちもさっさとバックにいるヤクザ出したらどうです？ヤクザ？何の話かわからねえな。だからそんな猿芝居はいらねえってんだよ。部屋に座るだけが脳のチンピラが、でけえ口叩くな。なんだと？あんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。お前らの交渉相手はこの立花不動産だってな。あんま調子に乗んなよ、不動産屋風情が。それじゃ要件は伝えましたよ辻さん。最初はこんなところだろうな。ずいぶん荒っぽい交渉だったじゃねえか。ビジネスマナーってのはどこに忘れてきたんだ。仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。大体あの辻って占有屋はうちの交渉相手じゃねえ。まずは本物の交渉相手を引きずり出さねえとな。本物の交渉相手、バックにいるヤクザか。ああ、結局向こうも金が目当てなんだからよ。お互いぶっちゃけたらあとはさっさと話進めようってことになる。なんだこいつら。鈍いねえ桐生君。本物の交渉相手だろ。早速反応があったってことだ。おたくらが立花不動産って人たち、山野井さんの代理だって聞いたけど。あんたは？おたくらの味方ですよ。杉田ビルの占有屋に困ってるんでしょ。ええ、まあね。それ、うちが話しつけてあげるよ。そしたら彼すぐに立ち退いてくれるから。なるほど。その仲介料としてうちはあんたらにいくら払えばいいんです？話が早いね。さすがカムロ町の不動産屋だ。そうだな、700万ってところ。あのビル転売したら奥は儲けが出るでしょ。700なんて良心的だと思わない？ほんの少し部屋に居座っただけで700万、あんたら楽して儲けすぎでしょう。
楽して儲けてんのはお互い様だ。今時の不動産屋は濡れ手で暴れ。だからってあんたらに払う金はないよ。ただそれでもあんたらには専用屋に口聞いてもらう。へえ、どうやって？もちろん力ずくでだよね、キリュウ君。小田、あんた花からこういう筋書きだったのか。まあね。でも新入社員の初仕事にしちゃ相手の数が多すぎたか。いや、そうでもねえさ。仕事余計な手間かけさせよう。この手間賃も仲介料に上乗せするぞ。その手間賃ってのはいくらだ？300万合わせて1000万だ。てめえら、こんな真似してタダで済むと思うな。その面覚えたからよ。お前らどこの組のもんだ？登場会太平一家だ。太平一家、あいつの組か。道島組若頭補佐阿波の弘樹。うちを敵に回したこと後悔しても遅いからな。首を洗って待ってやがれ。河村町には星の数ほどヤクザの組があるのによ。よりによって道島組の下っ端だったわけか。まずいとこにぶつかっちまったな。もっとも俺らが殻の一つを追ってりゃいずれ勝ち合う相手だ。いい挨拶代わりになったんじゃないの？戦友屋の辻さんよ。はい。まだそのビルに居座るつもりなら、さっきの話の続きするかい？いや、その…あんたの後ろ盾は見ての通りだよ、辻さん。それでもまだ、一人で頑張る気？いえ、めっそうもない。あ、そう。それじゃ、今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたらこの桐生君が何してかすか分かんないよ。今夜中に立ち退かせていただきます。すいませんでした。これがあんたの仕事のやり方ってわけか。俺のじゃない。全部立花社長から教わったやり方だよ。ま、最初の仕事にしては上出来か。どう、極道やるよりよっぽど楽しかったろう。仇の人間からも感謝されるしな。俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃねえさ。お前もしかして殻の一つを手に入れたら極道に戻る気か？そんな先のこと考えてねえよ。そっか。それよりこの後はどうする？
ああ、問題の戦友屋は追い出した。お前は山の井のじいさんに報告頼む。それが済んだら、天下一通りのセレナって店に来てくれ。ここのすぐ近くだ。セレナ？何の店だ？ただの小さなクラブだよ。安心しな。今度は仕事じゃない。ささやかながら今日の打ち上げと行こうじゃないの。俺のおもりだ。案外気前がいいんだな。まあね。その代わり山野井さんへの報告はお前一人で頼むわ。あのじいさん、マイボールでボーリングするのが日課でね。マッハボールに行けば会えるはずだ。マッハボールか。わかった。それじゃまた後でな。それにしても頑固ですね、山野井のジジイは。自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのに、あれだけ圧力かけられてもまだ抗うとは。まったくだ。しかし今回は体にみっちり教え込んでやったからな。いい加減次は落ちるだろう。山野井さえいなくなれば、あのエリア一帯は娯楽王とまで呼ばれているシタラさんのものになったも同然ですからね。まあそうなるな。これでファイブビリオネアの他の連中にもでかい顔ができるってもん。おっと、これね、何突っ立ってやがる。まあまあいいじゃねえか。俺は今日はもう人を殴る気分じゃねえ。さっき殴り疲れちまったからね。それに俺って器が広いからよ。見逃してやるよ兄ちゃん。金持ち喧嘩せずって言うしな。怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな。もう二度と俺の前に立つんじゃないぞ。おい、行こうぜ。